すいません、この辺に美味しいお蕎麦屋さんがあるって伺ったんですけど、この辺にありますかね、この近くに。私もこの辺りの出身ではないのであれなんですけど、はい、ラーメン屋だったらこの反対側に有名なところがあるっていうのは。ラーメン屋、あ、そうですか。今日暑いんでラーメン屋はさすがにあれかなと、ね、美味しいお蕎麦屋さんがないかなと思って。行ったことないですね。あ、そうですか。多分上にいらっしゃる係員の方が多分この辺りの出身だと思うので。あ、そうですか。あ、わかりました。聞いていただいた方がいいかもしれないです。はい、どうも、すいません。ありがとうございました。はい。今日は何かあったんですか？なんかバスがやたら多いんですけど。修学旅行かなんか。朝市と古都の間でちょっと、はい、線路が壊れてる感じ。雨で、雨の影響で。で、ちょっと代わりにバスの輸送を行っております。あ、テスト輸送。そうですね。どこからどこまでやってるんですか？朝市から古都駅間の間ですね。あ、そんなに長い距離やってるんですか、2駅間、ね、ああ、なるほど、そうですか。いつまでの予定です？9月上旬頃までの予定。あ、9月上旬、はい、結構長いですね。あ、わかりました、どうも、はい、すいません、お忙しい中、ありがとうございます。あ、すいません、この辺に美味しいお蕎麦屋さんがあるって聞いたんですけど、ご存知ですか？あ、ごめんなさい、わかんないです。あ、そうですか。あ、すいません、わかりました、どうも。
愛知県。うさぎちゃんは両手と心を心も紹介して。喋りいただいてるんですけど、はい、あのエビ天ぷらのお写真ございますよね。あんな感じなのがよく出てますけど、あとお呼びいただいていいですか。お呼びくださいね。はい、ありがとうございました。じゃあ天ざるですね。はい、どうも。天ざる、ぬりかぼちゃすごいね。で、おにのがおにのが、おにのまだ来てないですけど、え、これが一番初めに注文して一番最後です。あ、そうやね。で、これが一番悩んだ人が一番先に来たもんね。そうそうそう順番ですね。すごいね、光っちゃうね。このコナ、このコナって何ですか。お塩や、うん、塩ですか。これ塩です。塩ってそのままもしよかったらつけてもいいですよ。見てください。岡村さんのこの顔。キモいやけど。いただきます。いただきます。冷たいね。よく冷えてます。まずはそのまま行こうかな。一番初めどれから行きますか。ん、ああ、さすがにやっぱそばから行きますよ。もちもちしてますか。もちもちしてますか。どう、お味は。おろしそばはどうですか。うまいですか。うまいですか。うまいですか。もうやばいです。先週の話だよね。何が、あの充電させてくださいっていう番組からあるの知ってます。あの出川鉄道の、あ、鉄道か、出川鉄道の充電させてくださいって言ってバイクでスイカのヘルメットかぶってさ、日本中なんか旅しよう番組が、あれこの間山陰の河原そば、これ先週放送しよった。そうですか。うん、
あれもいいなと思って、川そばも。でも、今回そばやったっけ、そばはさすがに2回続いちゃいけないと思って、ね、うん、花束ボーイ、花束ボーイって場所が美味しいです。たまたまボーイ、たまたまボーイ、なんですなんです、それここにん、川田そば高瀬、川田そばだったら川田の方に行かなきゃいけなくて、川田にあるわけだ、川田そばがやる、そうそう、いつか行ってみたいなと思って、一回行ったことあるけど、そこもね、量がね、少ないんで、もう俺みたいな胃袋を置いてもちょっと他人かもしれない、すごいね、このエビの身の締まりがすごい、うん、なんかプリプでしょうね、エビが柔らかいの、身がすごい柔らかい、はい、ね、食べた、食べた、食べましたね。なんでみんな尻尾食べんの？指の尻尾。普段食べます。うん、これめっちゃ食べるの。カリカリして目上がって。めっちゃ美味しいかな。なんか俺めっちゃ好きなんだけどね。それって美味しいからね、ちょっと俺も入れてもらいます、これなんかね微妙ないよね、そばの茹で汁、ちょっとプラート入れてもらおうかな、美味しい、はい、昨日ね会社で話しちゃったんやけど、焼きそばがあるわけない、日清の焼きそば、あれに、まあ、こんな感じでソース、あの麺にお湯入れラーメン、あれをなんかスープにして飲むやつがあって、あれと一緒、味が、で、うん、そばを茹でた時に、うん、あの栄養素がその茹で時間の中に落ちるって、うん、それを甘さでいただこうっていうのが、でそれで、そういう意味があって、で、そう、いや、もういろいろ入っちゃう、飲んでみますか、飲んでみて、飲んでみます、おろしが辛かったんで、あのつゆに入れて、ね、あの食べたら辛さなくなるかなと思ったんですよ、でも美味しいよ、そうです、美味しい、あのやっぱ辛かったです、はい、ちょっとすすってみて、どう、なんかまろやかな風合いでしょ、あ、まろやかです、まろやかね、ほんとね、絶妙なこの、いや、わかんちゃう、おろしが、おろしの味が効いてますね、でしょ、おろしの味が効いてます ね、なんか体が温くなるよ、ね、そうですね、ってね、ちょうど心も体も温くなる、あ、心も、もう、もういいですね、はい、もういいです、はい、あ、それじゃあ、あ、前回もね、前回会計、前回の会計、何もやったか、4444やったんで、うん、4444やったっけ、3の切り板のね、3なんでやったんか、あれ、動画撮ってなかったんやろね、だけど、今回いくらなんかなと思って、じゃない、まあ、例えば3、4、5、6とかいくんじゃない、ガンガン